はい、明日の天気図です。明日、元旦は、ちょっと海がしけます。で、天気図の、ここの間が狭くなっているのでちょっと風も吹きます。で、津波の高さの予報なんですけども、方向が、西から、来ます。なのでこの界隈は、波が当たる、方向になってます。波が当たるということは、予報よりちょっと波が高くなったりします。で、明日の、釣ったの波予測なんですけども、見ていただくと大体もう2メーター超えばっかりです。で、特に串本方面は西からちょっと先端波高いところかすってますので、ちょっと白浜とかみなべとかよりは波が高くなります。で、風は、西の風です。西北西西の風で、北西に変わっていく風になります。西の風が吹くと、さらに、当たる風になるので、波も出やすくなります。で、風速も、もう6メーターとか7メーター8メーターなので、ちょっと釣りは、厳しくなるかなと思います。で、この波周期は、うねりを、表しています。10秒以上になるとうねりが、出てくるかなっていうところなんですけども、10秒以内なので、うねりはさほどないかなと思いますが、波が高いので注意してください。